この動画ではストレートヘアのままゴムだけでまとめる編み込みアレンジを紹介しています。上から耳後ろにかけて片編み込みします。耳後ろまで編み込みしたら、毛先まで三つ編みします。ゴムを結び、反対も編み込みましょう。後ろの髪を取り分け、ゴムを結びます。左と右の毛束をゴムで結びます。右と左の毛束をゴムで結びます。仕上げに表面を引き出します。以上で完成です。